はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学国語助動詞丸十をお送りします。で、これでね、あと助動詞が最後です。で、最後の取り上げる助動詞はこのらしいになります。いいね、らしいを取り上げていくと。で、今回ね、問題がすごく少なくって、全部で1問、2問、3問しかありませんので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部説明していきますので、聞いてもらえたらと思います。で、ちょっとですね、喉の調子と咳が今止まらなくて、若干咳込むかもしれないんですけど、ちょっとね、お許しください。聞き苦しかったらごめんね。では、1番からいきましょう。で、まず今回ね、助動詞のらしいを取り上げるんですが、意味は一つです。この推定だけ。で、推定は、助動詞の丸8で取り上げた、ようだ、ようですにもありました。あそこはね、意味が3つありましたけど、まあ、その時の推定と同じです。で、接続がちょっと厄介で、動詞と形容詞のほにゃらら形です。で、形容動詞の語幹と体現なんかに接続します。まあ、いろいろ接続するんだけどね。で、まず動詞と形容詞に関しては、終止形に接続するので、まずこれ覚えておきましょう。で、次、活用の表ですね。で、らしいに関しては、未然と命令がありません。未然と命令がね。で、終止と連体はらしいで同じなので、あとこの連用、そして仮定、ここさえ押さえておけば、まあ問題はないと。ただ、連用がね、ちょっとめんどくさくて、3つもあるんですよ。で、1つが、まず、らしくです。らしくね。で、次が、らしかに、ちっちゃいつ、らしかったとか、いう時に使う。らしかだね。で、最後、3つ目が、らしゅうです。ちょっと消えちゃったね。らしゅう。いいかな。まず、この3つになると。で、仮定に関しては一つだけで、らしけれです。いいかな。これが仮定になります。まあ、これでね、表が完成だと。で、最後、ね、傍線部のうち、助動詞をすべて選ぼうということで、らしいが5個引いてあります。けれど、助動詞じゃないのもあるんです。いいね。助動詞じゃないのもある。で、その見分け方をいきます。ただ、これもね、すごく簡単で、最初に言ったように、推定でしょ、意味。助動詞のらしいは推定なのね。で、推定は、その、ようだと、ようですの時にも出てきたんですけど、ちょっと書こうか。横書きでごめんね。推定。その時と全く同じです、キーワードは。推定のキーワードは、どうやら、これがキーワードになります。で、これを、まあ、文章のどこでもいいんですけど、当てはめて、しっくりくればこれなんです。だからひとまずどうやらをつけて読んでみると。で、しっくりいったら、あ、これ助動詞だなというふうに判断していってください。で、まあ今回文が短いので、基本的には最初に入れれば大体意味が通ります。まあ途中で入れなきゃいけない時もあるんだけどね。じゃあね、入れながら読んでいきましょう。まず、あ、どうやらあの子は恋人がいるらしいと。まあね、彼氏彼女わからないですけど、どうやらあの子は恋人がいるらしい。これ意味通るよね。だからこれ助動詞なんです、らしいは。で、次。どうやら風邪をひいたらしい。これも意味通るよね。だから助動詞なんです。で、次。どうやらこの作品は素晴らしい。これ違うよね、意味として。どうやら素晴らしいっておかしいでしょ。だから、これは助動詞じゃないんです。で、次。どうやら明日は雨になるらしい。これ意味通るね。だから助動詞。で、最後が、どうやら男らしい話し方をする。これ意味通らないね。ちょっとしっくり来ないと。だからこれは助動詞じゃないんです。なので、助動詞のらしいを探すときは、どうやらを入れて意味が通るやつ。つまり、今回だと、あ、い、そしてえか。え。これがね、答えになります。いいかな?こんな感じでね、ぜひ探してみてください。では、今回は中学国語助動詞丸十をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、やっとね、助動詞が終わりました。
で、文法に関してはね、これで終わりでもよかったんですが、最後に敬語をちょっとだけね、取り上げていこうと思いますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。